じゃないのということで、はい、これは別撮りです。報告が2つあります。ちょっと待ってね、ちゃんと話聞いてね。1つ目がメルのサブちゃんができました、イエーイ。概要欄にあるんで、メル TV の放課後っていうねサブちゃんができたので、それをねチャンネル登録しておいてください。今すぐしておいてください。で、2つ目が7日間韓国ウィークっていうことで、ね、7個もね韓国の動画上がりますので、4人でね頑張って撮影して、スタッフさんとねみんなでめっちゃ頑張ったんで見てください。どうぞ。こんな感じとか、こんにちは、キムです。はい、こんにちは、ゆんです。今日はミョンドンにある BHC というチキン屋さんに来ました。楽しみ。これチキンを食べに来たの、韓国に。韓国チキン食べに来た。決まってるの、何食べるか。なんかすぐ決めた。すぐ決めたの。こちらの普通のフライドチキンと辛味付けチキンを頼んでいきたいと思います。来ました、チキン。美味しそう。食べたい。早速ね食べていこうと思います。もうずっと食べたかったの。だからもうね、もうこのまま食べたいもん。あのこのまま行きたいくらい。いや、食べ比べしていこうかね。はい。おお。いただきます。いただきます。熱いな。熱い。熱い。うん。カリカリ。韓国のチキンってなんか日本と違ってすごいカリカリしてるからね、いいよね。なんか衣が薄くてすごいサクサクしてるんですよ。でもなんか中はすごいしっとりジューシーって感じ。めっちゃジューシー、脂っぽい。しかもさ、しっかり味付けついてるからさ、これだけで食べれるっていう、うん、めっちゃ美味しい。どんどん進んで。これだけで食べるんじゃないの、普通なんかつけるの。マスタード、マスタードとかね。ああ、ケチャップとかね。てか韓国でまだ甘いものしか食べてなかったんですよ。はい、そうです。やっと一回やってみて。甘いお店に店舗行って夜にやっとチキン食べれる嬉しさ。超美味しい。韓国ってなんか付け合わせでこういうね大根の漬物とかついてくるんですよ。これも美味しい。サービス精神がいい。日本人が本当に多くって、なんか視聴者さんとかね声かけてくれたり、店員さんも日本語が喋れたりして、すごいスムーズにね撮影とか観光が進みました。そうやから、なんか韓国におるかわからん。確かに。エチュードハウスがあるし。やばい、ほんまにジューシー。じゃあ次、辛い方食べます。はい、これどう、どうくるのかな。いただきます。柔らかい。甘辛。うん、甘辛。両方美味しい。美味しい。決めれんかもしらん。結構辛いよ。もうなんか辛ってなる感じじゃない。辛いかも。あ、辛い。あと辛い。飲み物がない。なんかソースがかかってても、しっかりサクサクしてて、すごい美味しい。はい、ということで今日一日どうでしたか。楽しかったです。初韓国。今日の一日はインスタ映えなスイーツを食べに行って、その後ねコスメ何店舗か回って、一番人気をね3人で競って、ほんまに楽しかった。ただネオちゃんがいないんでね、明日ネオちゃんいるんだけどね、ネオちゃん大丈夫かな、ほんまに心配。一人でね、いや16歳でね、一人で飛行機海外に行くってやばいよな。明日もね楽しみたいと思います。なんかスイーツの、動画とかもいろいろ何個か出てるんで、これの動画じゃなくて他のね韓国の動画見てみてください。今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。一番人気の商品を3人で当てていくっていうゲームをするんですけど、僕はコスメショップが